欄干の向こうから絵を見る者に視線を送る赤いドレスを着た女性の姿。ルネサンス期イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1490年から96年頃に制作したミラノの貴婦人の肖像。背景は真っ黒で風景は表されませんが、モデルは斜め正面から捉えられた姿で、これはジネブラ・デ・ヴィンチやモナリザと同様。部分的にネットで覆われた髪と額には細い紐で固定されたジュエリー、細長い首飾りに植物文様を表す帯の形の襟元の装飾、そして長く垂れるリボンが結ばれた袖の付け根から下に着たシャツがはみ出すファッションは、ドレスに色と形状の変化を与える当時の最新のおしゃれで、本作は15世紀末頃の女性服の流行を伝える点でも重要な作例となっています。